北韓が12日に潜水艦から巡航ミサイル2発を発射したことについて北韓および韓国の軍当局はともに翌日の13日その内容を発表しました韓国軍は発表が1日遅れとなった理由を説明するとともに北韓の発表内容について基本的には正しいとする一方で事実と異なる部分があると明らかにしました 韓国軍合同参謀本部は13日の定例会見で北韓による発表の内容についてどれほどの疑瞞と誇張があるか韓米当局が分析していると述べました北韓側は13日潜水艦から戦略巡航ミサイル2発を韓半島東の海トゲに向けて発射したと伝えミサイルは 八の字の軌道で2時間余りかけて1500キロ飛行し標的に命中したと発表しています合同参謀本部も13日午前北韓が潜水艦から正体不明のミサイルを発射したと発表していました巡航ミサイルは弾道ミサイルとは異なり国連安全保障理事会の決議違反に相当しないため 情報資産の保護と国民の知る権利のバランスを考慮して公表の可否やタイミングを判断するとしています。